うるせえなぁ。いいせすりっぷりだ。ああ。ねえ、バーフシュー。うんとかすんとか言えや。うん、すん。だる。さっきの味方いる、ヒロログに。さっきの味方いるって言ったのか。声太すぎて何言ってんのか分かんなかったわ。死ね。死ねは言い過ぎ。死ねは言い過ぎたけど、やっぱ死ね。いやでもマジ声太かったで今。ズルズルしてたからだろうがよ。そばが喉に入ってるから。こんな声になってた。何が面白いんですか？チュルチュルなんか最後のダメ押しの1回というか、なんというかな。ジャンパマン？ない。何だ？ごめん。これでよ。フラハット。ロムハゲる。ごめん。はい。ドローンに機関信号を送る。ねえ。はい。立花ね。うまいっすね。でもめっちゃ自分みたいな動きしてた。うん。えらーい。えらーいねー。うん。自信持て。お前のカービンとエヴァ8だけはうめえ。何だけってだけ。あっそ、キモ。他は下手ってことですか？じゃあカービンとエヴァ8以外で何自分でうまいと思ってる？ボルト。ボルト？じゃあ使ってみればいいんじゃないですか。今見せてくださいよ、そんな言うんなら当たるって。投げキスだったら。なんでイライラさせんの、余計に。怖いん。はぁ、イライラする。イライラするとこあった今。はぁ、ざいだろ。イライラしすぎだろ、さすがに。誰のせいでイライラしてると思う？自分じゃん。はぁ、お前だよ、お前。お前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 だよ。もうボルト拾ったのかって。拾ってねえよ。ほら。練習しろ。あんまりこんな言わないでくださいよ。なんで泣いちゃう？え、キユミ行くっすよ。進化シールドを発見した。DM に。カミトさんになんかそんな強い口調でなんか文句言うのあんまり良くないと思います。なまれよ。いやでも実際そう。もっと言ったれみんな。もうちょっと優しくしてほしいよな。優しくしてるやん、十分。どうしてほしいわけ？え、優しくしてる？優しくしてるじゃん。だからどうしてほしいの？ちょっと進化シールドを発見。落ち着いてほしいです。落ち着いてるよ。怒んないでほしいです。怒ってないよ。怒ってないですか？怒ってないよ。でも怒らせるには、やっぱ怒るってことはさ、理由があるってことなんよ。あるなんか、語気強いからな。あ？ほら。何歌ってほしい？カエルの歌。カエルの歌が聞こえてくるよ。はい。グワ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 。ケロ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 グワグワグワ。
ありがとう、ありがとう。ありがとう、みんな。ありがとう。で、立花さんに関しては、最初、めちゃくちゃ気まずくて、距離感わかんなかったし、何喋っていいかわかんなかったけど、ガチ何話していいかわかんなくて、バルヘムの時。なんか、ヘンリーつながりで知ってたんだけど、最初のイメージマジで怖くて、ヘンリーからね、ずっとね、一緒にやらないか一緒にやらないかって言われてて、あ、やりますよって言って、立花おるけどええかみたいな、あ、じゃあちょっとやめときますみたいなことを最初あったんだけど、異性の人とやる、コラボする、まあ配信する、喋るってちょっとね怖くて、やっていくうちになんかそれがリスナーさんがなんか受けたのかわかんないけど、てー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 言い始めて、まあそれやったらみんなが面白いんだったら大丈夫かなと思って、そのまま普通になんか気まずい感じで喋ってたけど、最初はそうだったんだけど、なんか気まずい感じでやってて、やって慣れた、気まずさに。そしたらなんか喋るようになってたわ。だからなんかね、まあ、気の使わないあれで言ったら、まあまさに何回も言うけど、女版ヘンリーみたいな感じ。どういうプレイ？え？え？いや、なんか俺が誘う人ってどういう人がいるっていうのをね、ちょっと今話せた。いや、俺が気を使わずに。お前のそのメンタルどうなってんの？いや、でもね、なんかね、今みたいになんかその結構立花さんって語気強いじゃないですか。そんなことないですわよ。ちょっと怖いっすよね。そんなことないですわよ。まだにちょっとビクってなる時はあるけど。そんなことないですわよ。ね、圧かけてくるでしょ。そんなことないですわよ。圧がすごいっす。いや、そんなことないですわよ。わかりますか、その一番わかりやすい例えを出すと、立花さんは、いや、そんなことはないですわよ。ね、そんなことはないですわよね。ね、ね、みたいな感じだけど、怒んない人。柔らかい感じの人だと、あれがいいかな、花房さんかな。うん、花房さん。そんなことないだろ。そんなことないだろ。いや、花房さんはあいつもあいつだろ。花房さんは、いや、花房さんは多分、いや、そんなことないよね。いやいやいや、そんなことなくない。